ゾウです。そしてチビゾウです。今回はだな、鳥人間コンテストを見ていくぞ。おお、ついに我らも青春きらめくいい感じの動画を作る日が来たのか。ああ、多分今想像してるのこういうやつでしょ。鳥人間コンテストってそういう。今回見ていくのは鳥人間コンテスト、パタロジアだー。はい、今回も顔不確定。ちなみにこちらが滑走路でのお写真。これってどうやって飛ぶんですか？んなもん自由落下に決まってんだろ。要は飛べないんかい。そりゃ大半が10秒と飛べない落下メインの大会だからな。まあ本人たちが楽しそうなのでよしとしましょう。てな感じで鳥人間コンテスト、アットロシアを見ていこう。ほとんど自由落下だから覚悟しとけよ。てなわけで前置きは終わり。それでは本編行こう。まず最初は、芸術点高いシリーズだ。いきなり届きゼロでござる。言っとくけど、マジでこの動画に登場する人全員届きゼロだからな。鳥人間コンテストの動画だよねこれ。他にも羽の生えた記者もあるし、構図ほとんど一緒じゃん。さらには空飛ぶギターなんかもあるぞ。こいつ無駄なかっこいいんだが。アンプまで再現するとはかなりロックな野郎だぜ。まあ安定の構図なんだけどな。じゃあ構図違いの芸術点高いやつをいくつかご紹介。鳥人間コンテストでまさかの便座登場かよ。しかもズボンは下ろしてるし、トイレットペーパー持ってるしで確かに芸術点はかなり高いな。そしてこいつを上回る芸術点を持ってるであろうのが、おお、このワインボトルだ。これまた無駄にかっこいいな。だがしかし、このワインボトルの進化はその大きさだ。言われてみると確かに大きいかも。このパイロットがロシア人の平均的身長の持ち主とする。まあパイロットとは名前だけでやることはしがみつくだけだけども。調べてみたところ、ロシア人男性の平均身長は 1.77 メートルらしい。ほうほう。そして彼の頭からつま先までが姿勢的に身長の半分くらいとすると、こうなるわけだな。あれ？このワインボトルものすごい大きい？そして実際に並べてみると、おおよそ 5.4 ロシア人くらいになるわけだな。ということは？このワインボトルは 4.75 メートルで、タクシーとほとんど同じ大きさなのだ。ごめん、正直ピンとこねえ。まあ言いたかったのは、この一瞬のために5メートル弱のワインボトルを作るってすごいよね。ってことだ。10秒以下の自由落下にここまで頑張れるのは確かにすごいわ。でも小手像的に一番芸術的なのはこれなんだな。もうこの時点で4体全滅するの確定じゃん。それじゃあここからは、動物の機体シリーズを見ていこう。案の定飛ぶ気ゼロで草。何言ってんだよ。飛ぶ気ゼロってのはな、この青い方とか。魔法でも使えない限りこのまま沈むこと確定の姿勢だな。このノコモコの犬とかのがよっぽど飛ぶ気ゼロだろ。何これ普通にすげー。しかもよく見たらイニシエの戦士が乗ってるし。他にも動物シリーズだと、巨大アヒルなんかも。これまた随分と大きいものを。で今度は鶏が乗ってるし。ちなみにアヒルに乗って自由落下する人は他にもいてだな。マジでか。例えばちょっと悪くなったアヒルとか。これ普通にかっこよくね。アヒル本体になったやつとかな。ものすごいバカがいるよー。それじゃあ動物シリーズラストに、ものすごい奴らをご紹介。本格的なフォルムに姿勢。まさか、こいつが空を飛ぶのか？多くの期待を持って、彼らは空を飛んだ。でお前らが落ちるんかーい。これぞ、芸術。ロシアにもこういうお約束文化はあるんだな。とまあ、これまで飛ぶ気ゼロな挑戦者を数々見てきたわけだが、改めて見ると本当にゼロだな。少し視野を広げて、イギリスの鳥人間コンテストを見てみよう。紳士の国たるイギリスか。そんなイギリスの鳥人間コンテストが、これだー。鳥要素全くねえじゃん。イギリスの鳥人間コンテストでは、機体なしで飛ぶのは普通で。あれ？この日だけイギリスから紳士が消えたの？機体が破損し、燃えながら落ちていく人や、離陸前から燃えてる衣装ってシュールだな。トイストーリー再現おじさんがいたり、作中のセリフまで再現するとは芸術点高いですよこれは。飛んでるんじゃない、落ちているだけだ、カッコつけてな。それでもコテゾウは体一つで飛ぶのはかっこいいと思うぞ。ちゃんと救命胴衣つけてるあたりはしっかりしてるんだな。そんなイギリス人がその身一つで空を飛ぶ中、ものすごいシュールな絵面。ロシア人は傘で飛ぼうとしていたぞ。確かに子供の頃誰しもが考えるけど、もちろん結果は即落下だな。そりゃゲームみたいにはならんもんな。というわけで以上、海外の鳥人間コンテストでした。正直こっちの方が見てて楽しいっちゃ楽しいよな。最後に日本代表を見せるとするならば、ピアスにありもびっくりの夜間飛行だー。これはこの空の果てにどと帰りませんわ。
動画を見てくれてありがとう。チャンネル登録、高評価も喜んだぜ。